あれれ？なんだか楽になってきたかも。君のお薬、すごいね。まあ、別に私が作ったわけではないんだけど。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトン時刻は2020年6月15日、月曜日の午後3時21分です。今日は特にお知らせはありません。今週も楽しい放送がお届けできるよう頑張りますからね。それでは。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。てかなんか届いてるな、手紙。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金3448ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。あ、てか見て見て見て。ほら。家の外観が変わった。え、めっちゃ可愛くない？え、超可愛いんやけど。ほら。ほら。マミーさんちと比較するけど。めっちゃ可愛くない？え、今回のは結構気に入ったかもしれない。え、だいぶ可愛い。よきー。お、ハンナちゃんから。アイナに言ったっけ？この島に引っ越しするとき、タンスの中を大掃除したんだ。びっくりした。引っ越していくんかと思った。久しぶりに開いたらたくさんぬいぐるみが出てきてビビったよ。確かクレーンゲームで撮ったやつだな。捨てるに捨てれなくて困っちゃうよ。柄じゃないよな、ハンナ。ハンナちゃんぬいぐるみ好きなんや。めっちゃ意外、可愛い。え、でもいっぱい出てきたって言われには別に何もくれんねやね。ぬいぐるみなんかプレゼントでつけてくれたんかと思ったのに、違うんかい。やっほー、アイダホー。おーす、元気か？あの心。お話ししよう。この雨じゃ走り込みは厳しいかもな、あの心。まあ、でも雨の中走り寄る人らもおるような気がするけど、お、ケイトさん。こんにちは。またお会いしましたね。ちょ、待って、ライオネルが。今日もデザイナー修行のため、アイナ島に来てるんです。お時間よろしければ、ファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。お願いしたい内容は、こちらが出題したファッションテーマに合った服装に着替えて、私に見せていただくというものです。大したものではありませんが、お礼もご用意してありますので。いいです。ありがとうございます。では早速なんですけど、今回見せてほしいのは、メルヘンなコーディネートです。メルヘンか。ふんわりした雰囲気の可愛いコーデや、童話や絵本の世界に出てくるようなファンタジーっぽい格好を見せてください。え、今も結構そういう感じな気がするけど、そんなことない？そんなことない？参考用としてメルヘンのイメージの服をお渡ししておきますね。メルヘンのイメージの服もあるのか。なんかいつもさ、ビビットピンクやけん。メルヘンっぽくないけど、王様の服？ほう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 。こんな感じのイメージでメルヘンのコーディネートをしてみてください。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。もちろん頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かります。演劇っぽい感じかな。私はここでお待ちしてるので、どうぞよろしくお願いしますね。了解。ねえ、何話し込んでるの？ツンドロさんはミステリアスですごく魅力的ですよね。どうしたらそういう風になれるんでしょうか。まあ、系統が全然違うよね、二人は。そうね。あ、そうだ。ねえ、マミーさん。昨日の夜は何してたの？何だわ。昨日の夜は、お掃除をしてました。ダフン。うん、ぽいぽい。少しもったいぶったらどうかしら。そうね。何をしていたと思う？これよ。じゃあもう一回。ねえ、マミーさん。昨日の夜は何してたの？ああ、すぐに答えたらいかんってこと。何をしていたと思いますか？すみません。お掃除をしてました。私にはこういうの難しいです。素直か。かわいい。まあまあ、あなたの魅力はそういう正直なところかもしれないわね、ナマタは。まあ、みんながみんな同じ性格にならなくても、ね。王様の服。本当に普通に王様の服なんやね。ケイトシリーズじゃないんや。メルヘンの服、メルヘンの服。どうもー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。これなんやろう。こういう感じかな、メルヘン。ちょ、とりあえず一旦試着室へ。試着室を使いたいのね。どうぞ。なかったらもう家にあるお姫様っぽい服で。え、これカウボーイ。
カウボーイシャツっていうのがあるん。あ、兵隊の服とか多分メルヘンなんやろうな。レースのシャツ。エスニックワンピ。この色かわいい。え、めっちゃかわいいやん。ゴシックな服。ゴシックな服もやっぱメルヘンに入るんかな。いいね。いいね。いや、しかし、ここはちょっと、兵隊の服。緑かわいいな。下はどんな感じ？なんか合わんような気がする。なんか合わんような気がする。てか、上の服長くない？え、長くない？そんな感じ？だって下が全然合わないんだけども。下は家にあるやつにしよっか。ビーズ刺繍のサンダル。モカシン。本当になんかね、おしゃれアイテムの用語が全くわからんねえけど、私こういう感じの靴、現実に持っとるけど、モカシンって言うん。初めて知ったんだけども。あと、もうこれに合いそうな帽子とかないんよね。とりあえず、一旦この服だけ買って、合いそうな服がなかったら、もうドレスにしよう。とりあえずこれで、大きに、またどうぞ。とりあえずこれで、一旦、家のクローゼットに向かいます。てか王様の服私持っとんよね。王子様シャツでもいいような気がするけど。これに、そうね、これに合いそうなズボンがないんよね。ってことはやっぱ普通に、アントワネットのドレスでいこっか。これで、ちょっと待って。これで、この辺の、エレガントな帽子に、この辺のパーティーバッグ。フェイクファーバッグ。いや、パーティーバッグの方がいいか。この辺かな？うん、よき。じゃ、これで行くね、私。絶対こんな格好で外走り回り言ったらおかしいよね。しかもこんな雨の中。どんなって感じ。まだ二人とも広場におったんやね。はい、どうでしょう。あ、着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネート、もう見せていただいてもよろしいですか？いいです。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どう？素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。よかった。前回の1回だけかな？この素晴らしいです、知らなかったの。こんなにメルヘンというイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて感動してしまいました。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンをご支度に郵送していきますね。仕立て屋で使えますのでご利用ください。あとこれも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。お気に召すかどうかわかりませんが。お、メガネ。ケイトのサングラスです。それも私が手掛けているブランドのアイテムでして、よろしければどうぞ。またピンクなんかな。できたばかりの新作なんです。今後、仕立て屋にも商品として並べてもらう予定です。またお会いすることがあったら、よろしくお願いしますね。ご協力ありがとうございました。派手。超派手。なんか模様入っとるね。へぇ、外そう。はいな、久しぶりだな。こうやって話すとはいつぶりだ。お前の姿はたまに見かけた気もするが、意外と話さないもんだな。別に用がなくたって、いつでも声かけてくれていいんだぜ。き。確かに、カジロをちょっとあんまり見かけんかったような気がする。お。挨拶か。住民挨拶キャンペーン。200×2、ゲット。そして、さっきまでめちゃくちゃ、用がありそうな感じにしていたライオネルはもういいのかい？ハローアイナくん。久しぶりに顔を合わせるとなんだか緊張しちゃうな。またいろいろ話をしよう、まさしく。
緊張？さっきあんなに近寄ってきていたというのに何が緊張なんだか。あとは、おー、びっくりした。いつもね、あのカタツムリめっちゃびっくりするんやけど、なんかあの、なんやっけ、植え込み低木低木のところにもカタツムリとか出てくるよね。なんかめっちゃ連続で乗っとったけんびっくりしたんやけど、前。あ、何作るよん。あー、今いいとこなの。まあいっか。どうしたの、あやなちゃん。あは、忙しそうだね。えへん。何を隠そう、台湾は段ボールテーブルを作ってたとこなの。なんで段ボール、私が前にあげたさ、貝殻のテーブル出してよ。昨日の夜読んだ漫画からアイデアをピコーンと自信してね。それを具現化してる最中ってとこ。どんな漫画読んでたんだ。てか、あの椅子かわいいよね。めっちゃ欲しいんやけど。あ、アイナちゃんも段ボールテーブルの作り方知りたかったりする？あは。知りたーい。あたいはそれっぽいから、ちゃんとメモしてあるんだよね。じゃあ、はい、レシピどうぞ。ありがとう。結構簡単だと思うし、アイラちゃんだったらいい感じに作れると思うよ。あは。段ボール最近あんま見かけてない気がする。あ、ちょっと待って、覚えてないな。覚える。何？目つぶって何してんだ？DIY レシピ。ダンボールテーブル。そのまんま。なんかダンボールのベッドと同じような感じじゃない？あんな感じじゃなかったっけ？そして今日シャンティを見かけていない。お！アンチョビー。え？どうした？風ですか？なんだか頭がクラクラして目が回っちゃうんだ。お薬でもあればいいんだけど。待って、持ってくる。かわいいな。ほら、お薬を飲みな。はぁ、頭がぼーっとするよ。でし。これ、お薬。お薬？もしかして僕のために持ってきてくれたの？でし。そうそう。はい。どうぞ。治った？ん？このお薬、ちょっぴり甘いや。僕、これならへっちゃらだよ。あれれ？なんだか楽になってきたかも。君のお薬、すごいね。もう別に私が作ったわけではないんだけど。このバスローブ、もらってくれる？お薬のお礼だよ、弟子。ありがとう。なぜバスローブなんだ。本当にありがとう。アイナ君はやっぱり頼りになるな、弟子。よかった、よかった。健康になってくれて。バスローブ。こんな感じ。こんな感じ。ピンクやった。なるほどね。元気に挨拶もしてくれるようになってよかったよ。さあ、そして、シャンティー。何？お勉強中？アイナさん、今日はゆっくりしていってね。だってば。話しに来たよ。島のみんなともっと仲良くなるには、相手のことを知ることが近道だと思わない？だから私にあなたのことを教えてほしいの。そうね。こんな質問はどうかしら。あなたってどんな本を読むのが好きなの？興味あるわ、だってば。雑誌、エッセイ、辞書、それ以外、本は読まない。雑誌、エッセイ、辞書、それ以外かな？普通に漫画とかやな。漫画。種類で答えたんでいいんよね。マンセ、なんだそれ。じゃ、待って。漫画。はい。漫画？だってば。そうです。今時の子はそういうのが好きなのね。あなたが読んでるんなら、私も挑戦してみようかしら。そんなメガネかけて読むようなもんじゃないけどね。漫画ね、しっかり覚えておくわ。教えてくれてありがとう、だってば。でもなんか確かに昔は辞書に読み寄るのも楽しかったような気がする。いろんな言葉を覚えれるっていうので。なんかさ、学校の先生とかが、電子辞書よりも紙の辞書みたいなめっちゃ言おったけど、あれだよね、紙の辞書の方が、知りたい言葉を引いた時に、なんかその近くに載っとる言葉も一緒に覚えれるっていう。何が増えたんだ？あ、親切は大切だなもん。二段階目。
肩書き、頼れる味方、たぬき参り500マイルゲット。イエーイ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、そういえばこの間新しくできた2階やけど、部屋の広さが他の部屋と同じぐらいに広さでちょっとびっくりした。小さめからのスタートとかではないんやね。あとは地下だけ。